しいことをどんどんやりたいですね。プロレスのリングで今までと何ですか、こう予定調和的なものをどんどん崩していきたいなっていうのはありますね。春にふさわしい相手だと思うんで、俺の試合でしか見えないような試合にしたいですね。大切なメインイベント、和田恭平レフェリーがさばきます。柴田勝頼登場となりましたが、18歳の中島勝彦との対戦、この若い2人のメインイベントシングルマッチ、はい、印象はいかがですか？これもちょっとね、意外といえば意外なカードが実現しましたよね、はい。まあ、柴田君まだ26歳ですけれども、まあ、彼は今日は中島君に胸を貸すというね、立場になってますよね。今までのビッグマウスラウドのメインイベントの戦いとは少し毛色が変わってきましたね、はい、柴田がねチャレンジしていくようなニュアンスが強かったですけどね、はい。さまざまな意味が含まれていますこのマッチアップ。柴田勝頼、ここのところビッグマウスラウドの戦いは2連勝なんですね。はい、一時ねちょっと黒星が先行してましたけどね、はい、結果がついてくるようになりましたね。アランカラF戦、門馬秀隆戦、中でも門馬戦は周囲の評価高かったですね。はい、ビッグマウスラウドの新しい方向性がね、浮かび上がりましたよね。カラF戦に続いて実験成功と申し上げていいですか？はい、ここに来てね、ビッグマスラウドをこう上向き上昇気流に乗ったんじゃないですかね。ああそうですか。ああ今前蹴りも織り交ぜて蹴りを見舞っていきます。そしてエルボー下から突き上げていく。183センチの柴田、175センチの中島、その差を生かしていくが、投げ返します。クイックネスを遺憾なく発揮するこの2人、投げをさせません。足を払って脇固め。いや2人のこの速い動きは見ていて気持ちがいいですね。もう若者同士ですからね、もう切れ身のないファイトでね、ええ、我々をこう引きつけてほしいですね、はい。ロープワークから中島帰ってくる。リープロック、今度は、中島が崩れる形になりました。上からの蹴り、回転して、これはインディアンデスロックの体勢に持ち込んでいくか。下から中島、さあ中島の方も現在全日本プロレスのチャンピオンカーニバルにリーグ戦出場を果たしているんですね、はい、ちょっと結果はね厳しいものがありますけれども、はい、検討してますよね。4月12日地元名古屋ではディーロ・ブラウンからの勝利、はい、そして現在は高校生なんですね、はい、驚きます。18歳ですからね、はい。いや、そして中島といえばこの蹴りということではですよ、柴田さん、はい、蹴りが得意な者同士、はい、改めてこの武器、同じ武器を持つ2人ということにもなりますからね。お互いにねプライド持ってるでしょうからね、蹴りにはね。ああそうでしょうね、負けたくないという思いが強いでしょうね。腕の探り合い、手の探り合い、リング中央です。ローキックを放つ中島、頭をつけていきます、後方に回っていく。この2人ならではのプロレス、果たしてそれは何か。60分の一本勝負、中島が今膝の裏を蹴っていきましたね。そしてサーフボードスタイルのストレッチ、この辺りは古典的なプロレスの技。ああ腕をクロスして柴田の返し、コブラツイスト。なんと言いますか柴田さん、はい、若い2人らしからぬと言ったら失礼でしょうか。まあ、中島はね18歳といえばもうキャリア3年ぐらいですか、はい、でまた一戦級の中で揉まれてやってますからね、はい、カバーに入った。全体重をかけましたが前方回転でこれをしのいでいます中島。いや独特の緊張感を出すことには成功しているように思えるんですが、はい、いかがですか。緊迫感がありますね、はい、右ミドル左膝連発からライングメイヤー、フリーキック、今度は中島がサッカーボールキック、すぐに立ち上がった。中島の表情もすごいですね。
ぱりね、いろんなリングに上がっていろんな選手と戦ってますからね、彼はね。そうなんですね。いろんなね、経験をしてるってことは大きいですね、やっぱりね。競り合いになっています。どちらの蹴りが上なのか、決める戦いにもなっています。最近の試合数で言えばね、中島の方が多いでしょうからね、柴田君は、ね、そうなんですね。まさに小島聡選手ですとか鈴木みのる選手、はい、そして大きな大きな外国人選手との対戦も相次いでいます中島克彦。柴田としてはビッグマウスラウドの戦い主体になっています。首ついて首回り、まあ、そのまま低空飛行の投げに持ち込んでいきました。あ、腹部に膝を押し付けてから膝十字固めに持ち込む。中島がすぐにディフェンスの体勢を取ります。柴田さん、はい、以前ですね、柴田勝頼が最低のリングであっても、はい、戦う意志のある人間が戦えば最高のリングになるよという言葉が、はいはい、とても印象的だったんですけれども、はい、今日の試合なんかそうなってますよね。そうなんですね、はい、さらに新たな一面、中島はメインイベントですからね、敵地のリングですけど、アウェーのリングですけどもね、メインイベントの重みっていうのはよく知ってますから、はい、ゼロワンマックスのリング、そしてドラゴンゲートにも出場があります。中島克彦、現在タイトルホルダーでもありますからね。バー張っていった柴田、再び頭をつけるエルボー、中島気持ちと気持ち、おー、ワンツーのエルボー、そして右ハイ、左のミドル、連続の打撃を柴田勝頼突っ込んで、ドロップキックは串刺しです。柴田さん、いわゆるえぐい攻撃ですね。はい、もう柴田らしいね、はい、柴田ですね。この当たりの強烈さが最大の魅力でもあります。柴田勝頼、場外戦になりました。柴田試合が飛び交う中、中島切り返す、うわー、ものすごい蹴りだ。柴田さん、はい、今もうビッグブーツというような形になりましたね、はい、これもお互いにね、意地の張り合いですよね。すごいですね、斜めたりやり返しますね、はい、同じ技しかも蹴りというところが2人の心に火をつけたのかもしれませんね、はい、あ、柴田場外でマットのない部分です。花道でブレーンバスター、なんてことをするか。しかしそこにさらに過激、フリーキックを見舞っています。中島、これは大変、立てません。いち早くリングに上がっているのは柴田勝頼です。さらに厳しくいきましたね。2倍3倍にしてお返ししますよね、はい、あの蹴りだけでは終わらせないと、はい、激しく腰勝利決まってんぞ、痛打しました。あ、そしてフェンスを支点にですね、あの蹴られた時、はい、後方に落ちましたので、その時点にも腰を痛めていたかもしれません。ブレンバスターのその前ですね、はい、鉄柱攻撃、倒れ込んでいます。中島克彦、さらに柴田が、うわ、これは攻撃の手を緩めませんよ。リングインさせました。あ、そして膝をつけて、このままフォールにはなりません。中島も必死です。返しましたけど、本当危ないですね、これはね。ちょっと意識の方も朦朧としているかもしれません。ボコンボコン、バチンバチンという音、蹴りで返した。相手の心力を利用して、中島克彦、
やく変わりました。何発打ちましたかね。若いだけに回復力もありますよね。そうですね。突っ込んでのエルボー。思い切った打撃から垂直落下のブレーンバスター。中島元気も会場では楽しめるものがありますね。やっぱりね、耐えて耐えて一気に来ましたから ね。ミサイルキック、ためがあった。ここから片エビ固め返していきます。柴田、10分経過のアナウンス。ここで取られるわけにはいきません。柴田勝頼、エルボーの攻防も多くなっています。スロープに飛んだところ、ローリングソバットで今度は持ち上げた。ドリバーホールパイルドライバー、膝を乗せての片エビはどうだ。返しています。中島、今のパイルドライバーまさに脳天を叩きましたね。はい、やっぱり中島のね、こう耐久力っていうんですかね、はい、打たれ強さってやっぱり相当鍛え上げられてますね、これね。磨かれていますね、はい、前蹴り返した。R15 得意の高角度ジャーマンスープレックス、戻しきれない。あ、柴田さん、これ腕を決めましたね。返していますね。アームロック、今あっという間の切り返しでしたね、はい、中島の得意技2連発の後、柴田勝頼その戦況をしっかりと見据えていました。柴田選手は、あの前田船木選手がですね、ビーマースラウド絶縁しましたけども、はい、船木選手との練習は続けてるみたいですからね。そのようですね。あの船木流のムーブメントというかね、動きだったような気もしますね。そうですか。うわー、下から蹴った。そしてロープに飛んでペナルティーキック。お、腕でブロックした。もう一撃、3つ入るか、どうだ。返しています。もうすぐに一心に逆十字固め。これは取られてはいかんと中島、中島下からの攻め続きます。どうだ、三角締めになりますか。はい、三角締め。あ、腕、お、これは腕もひねっています。三角締めプラス腕固め、これはかつて船木正勝選手が得意としていた三角腕固めです。決めてくれた柴田勝頼。